亀山インターチェンジは、三重県亀山市にあるインターチェンジである。東名阪自動車道と、国道1号に接続しているほか、名阪国道とのジャンクションの機能も兼ねている。亀山インターチェンジは東名阪自動車道、名古屋方面への入り口、名古屋方面からの出口のみのハーフインターチェンジである。東名阪自動車道から一旦降りて、料金所へ入り、 そこから国道1号と名阪国道の分岐へ進み、左が国道1号、直進が名阪国道へのルートとなる。名阪国道から東名阪自動車道へ向かう場合、国道1号と東名阪自動車道への分岐を経由して名古屋方面へ進むことになる。東名阪自動車道へのランプと一般道路との接続部は、 名阪国道の開通に伴って整備された変則的なクローバー型となっており、国道1号、名古屋市方面、国道1号、大阪市方面、東名阪自動車道、名古屋西 JCT 方面、名阪国道、天理インターチェンジ方面へそれぞれ分岐する。平成17年3月13日の亀山直結線の開通で、 東面半道の鈴鹿本線料金所が廃止となり、代替として東 IC に料金所が設置された。なお、同時に、伊勢道の関本線料金所も廃止されたが、一部の、施設は、伊勢道の伊勢関インターチェンジに転用されている。亀山インターチェンジの西側に、国道1号、名古屋方面と、名阪国道、 天理インターチェンジ方面が直結するランプが設置され、亀山インターチェンジの混雑が解消されている。名阪国道の建設計画におけるルート選定の際、最も問題になったのは、起点をどこに置くかであった。構想では、国道25号の事実上の起点である、関町新所、つまり、国道1号と国道25号の分岐点付近を想定していた。 しかし、名阪国道の位置づけはあくまでも、名古屋までの国道1号とは別ルートによる、新設道路としての延長を目的としていることから、起点の選定にあたっては、その点に留意する必要があった。しかもこの道路は1000日の工程で、暫定区間を完成するという市場命令が、下されていたことから、後期延長による手戻りは、絶対に許されず、 限られた、期間内で巡航速道路的な道路を確実な、広報で施行する必要があった。さらには、高速自動車国道と異なって、公共道路であることから低コストで施行する必要があり、これらの条件を満たす場所が模索された。これらの条件を突き詰めて考えると、亀山市と関町の境界近くで、鈴鹿川が蛇行するあたりに、国道一号と、 国鉄関西本線の間に小山を挟んだ山林を主体とした適当な広さの場所があり、この地形を利用してクローバー型のランプウェイを造成できること、及び国道1号との交差が容易である亀山市大岡寺町付近を選定するに至った。名阪国道の暫定開通区間のうち亀山、伊賀、上野の3カ所に主要インターチェンジを配置し、 それらの間に小規模な IC を2から3キロメートルおきに設置することとして、道路全体で19カ所の IC を計画した。その中でも、国道1号と直接接続し、名阪国道の起点でもある亀山インターチェンジが、最重要インターチェンジと位置付けされた。名阪国道は、高速型自動車専用道路であるが、 無料ゆえ料金所を必要としないことから、インターチェンジの構造も比較的簡素で、ダイヤモンド型を原則とする。その中にあって、亀山、伊賀、上野の 3IC は別格の扱いとされ、交通容量に優れる特徴を有する構造が採用された。亀山インターチェンジの場合、将来の東名阪自動車道の名古屋方面への直通と、 国道1号との連絡及び近接する関インターチェンジとの関連もあって、6方向ランプウェイを有するクローバー型が計画されたが、東名阪自動車道接続までは暫定的な形式で強用された。ランプウェイの設計速度は 50km ル毎時、縦断勾配は凍結を考慮して6%、また、福音は駐車車線を考慮するなど、 他の IC とは別格の扱いとなっている。1970年に東面半道路が開通すると亀山インターチェンジは3路線を接続するインターチェンジとなった。その5年後には伊勢自動車道が隣接する赤 JCT で接続したことから亀山インターチェンジは名古屋方面と津方面を接続する中継地点の位置づけも合わせ持つこととなった。 しかし、東名阪自動車道と伊勢自動車道の接続において、鈴鹿料金所と関料金所による二回停止を余儀なくされ、ETC がない時代のために、料金所では大渋滞が発生するなど様々な問題があった。この問題を解決するために、東名阪自動車道と伊勢自動車道間、約1 9トルを直接接続する亀山直結線が計画され、 これは2005年3月13日に開通を見た。なお、廃止された鈴鹿本線料金所は施設撤去までの約10日間、ブースは通過扱いとされた。2019年に合流と分流が連続する区間の安全性を高めるため、F ランプの線形が変更され、ランプと本線が合流する箇所が、名阪国道、天理インターチェンジよりに移設された。 インターチェンジは隣接する亀山パーキングエリアのランプウェイとも絡まって複雑な構成となっている。国道1号との接続は変則的なクローバー型による。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。例運用は時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。ありがとうございます。